皆さん、こんにちは、佐藤大輔です。佐藤のラジオ第五百八十六回、よろしくお願いします。はい、今回は、二千二十三名。ジアスタ生命 j o n リーグ第四節、名古屋グランパス対柏レイソルの一戦について、感想を話していきたいと思います。試合は、三月十二日十五時、三強フロンティア柏スタジアムで行われました。 はいで、まずは、長屋グランパススターティングイレブンなんですが、ゴールキーパーランゲラック選手、ディフェンダー右から野上選手、中谷選手、藤井選手、ウイングバック右に森下選手、左に泉選手、ボランチは稲垣選手、森下選手、スリートップは右にマテウス選手、中央にユンカー選手、左に永井選手が入る11名となりました。 今日はディフェンスライン、野上選手がスタメンで、丸山選手はベンチからスタートということですね。で水曜日のルヴァンカップでアピールということもあったのか、き、まあ、今日は野上選手がスタートから出場ということですね。リーグ戦ででは野上選手ディフェンンスラインで スタメンは初だといいう,うに思いますまあね野上選手も非常に能力高い選手だと思いますしあのー、ウイングバックよりも最終ラインがどちらかというとまあ本職と言いますかね得意のポジションだというふうに思いますので野上選手の活躍にも期待したいなというふうに思っておりました。 はいで試合を振り返りたいんですがまずは前半ですね。で、柏、今日は3バックでのスタートでしたね。4バックを予想したんですが3バックで来たと、まあ、試合後のインタビューでまあ、長谷川監督はある程度良きはしていたけれどもっていう言い方ですけれどもまあ 本命はやっぱりフォーバックでのスタートだったというふうに思ったので、まあ多少そういう、あのー、まあ慌てるではないですけれども、予想と違うというところはあったのかなというふうに思います。で、試合の展開で言うと、野上選手のフィードから何本かチャンス作ったり、まああとは藤井選手だったら米本選手がズバッと縦に入れてというところもあったんですけれども、まあ一進一退、逆に柏もチャンスを何度か作っていたというところは ありました。で、野上選手はやっぱりね攻撃に積極的に参加しようまあ、フィードだったり、攻め上がりっていうところもあの見えていてまあ、野上選手の特徴というところが空いたプレーに見えたのかなという風うに思いました。で、先生はグランパス、前半41分ユンカー選手でしたね。まあこれ本当にユンカー選手のシュートが うまかったなというところエリアの外からだったというふうに思いますので、まあ、この辺り、均衡した中でもう個人技で取ったといっても、あのー、差し支えないような形でゴールを奪えてしまうユンカー選手がいたというところが非常に大きいかなというふうに思います。で前半は1対0で終了と で前半、ね、リードを奪って終えることができたというところなので、まあ、後半、なんとか、ね、追加点を奪ってリードを広げたい、まあ、その上で勝ち点3を取りたいなという試合になったかなと思って見ておりました。 はい、で後半なんですが、後半開始時点で選手交代はなしと、で柏レイソル、まあ、ビハインドということもあって、かなり積極的に前に出て、いい攻撃出されていて、グランパス、多少押し込まれる展開だったんですが、後半7分、グランパスに追加点が生まれます、永井選手ですね。でこれ、奪ってから速攻の形ですね。自陣で長井選手がユンカー選手手が右サイドユンカー選手へ 展開し、ユンカー選手持ち上がってで左サイドで駆け上がった永井選手が再び受けてで長井選手、このまたと永井選手のフィニッシュも非常にうまかったこれもエリア外からだったというふうに思うんですけれどもコントロールショット決めたということで。 非常に大きな追加点が入ったかなというところでした。まあ、その後もと言いますかね、やはり柏はもう2点差かなり前がかりにってなったところで、グランパス追加点ですね。これ結果的にはオンゴールだったんですが、これも奪ってからの速攻で、森下選手がね、素晴らしい駆け上がりで、最後クロスもね、非常に際どいところに低くて速いボールを上げて、それがオンゴールにつながったということで、まあ、これもね、結果的にオンゴールではあったんですけれども、 グランパスがしっかり狙って取ったと言えるようなゴールだったかというふうに思います。で、後半26分、長井選手アウト、重弘選手イン、泉選手アウト、内田選手イン、続けて後半36分、ユンカー選手アウト、酒井選手イン、まあ、最後に後半44分、藤井選手アウト、丸山選手イン。 マテル選手アウト、長澤選手インと、まあ、交代も使いながら時間も使いながらというところであの試,合をこ、まあ、試合をコントロールと言いつつは結構、柏に、ね、チャンス、うか作られたシーンもあったんですが、まあ、失点は許さず最後のところはしっかり守備陣も集中していて後半2対0、トータルスコア3対0で勝利ということになりました。 はい、でこの試合の感想なんですがまあ、スカッとしましたね、あのー、先制きて追加点取れてさらに3点目も取れてで無失点に抑えての勝利ということで本当に久々と言ったら言い過ぎかもしれないですけれどね。非常に スカッと、まあ、解消と言えるようなゲームだったのではないのかなというふうに思います。で、やっぱり今日のゲームでいうと、1点目ですね、ユンカー選手のシュート、これは大きかったんじゃないのかなというふうに思います。まあ、なかなか一進一体どちらに転ぶかなという中で、ユンカー選手の素晴らしいシュート技術で1点取り切ってしまった、まあ、あの辺は本当にグランパス、大きな武器なのかなというふうに思います。で前半終了間際に得点が 取れてで後半どう戦っていくのかなという中であのカウンターで、ね、2本奪ったでしっかりと、ね、人数もかけてのカウンターだったのでチームとして狙った形での,あの追加点で、まあ、追加点取るぞ取るぞということをずっと、ね、あのチームとしても言っていた中で、まあ、ようやく。 取れたしかも狙った形で取れたというのは本当に非常に大きいのかなというふうに思います。でやっぱり前半先制できたからこそね柏が後半かなり前がかりに来てまあいい攻撃も柏あったというふうに思いますしグランパスにとってはピンチもあったんですけれどもそこしっかり耐えて相手のボール引っ掛けてそこから素早いあのカウンターで得点につなげるというところで、まあ、グランパスの。 非常に良さ、堅い守備と前に速い攻撃という非常に良さが出た後半の2得点なのかなというふうに 思いますでます、あ、で全体的な流れでいうとグランパスも3バックもねだいぶ長くなってきて3バックの良さというのが徐々に出始めているのかなという印象です。でまあ、守備面がかい3センターバックプラスランゲラック選手が非常に硬いというのは当然これまでもそうだったんですけれどもまあそれだけではなくてねセンターバックの両サイドですね今日でいうと野上選手と藤井選手ですかねがしっかりと攻撃にも絡んでいて。 厚みだったり、なんて言うんでしょう。違いというかね、相手からすると、 スクランブルのような状況を、あのー、作れていて、それがチャンスにもつながっているのかなというふうに思います。で、今日で言うと野上選手のフィードだったり、藤井選手のスルーパス、ドリブルっていうのは非常にいいアクセントになっていたのかなというふうに思います。で、このあたりはね、藤井選手、野上選手の特徴なのかなというふうに思います。で、まあ、藤井選手が攻め上がるというのはね、昨シーズンからたびたび見えていたことではあるんですけれども、まあ、それもしっかりとね、 チームとして整理されてきたというかで今日は野上選手もあの相手陣深くまで攻め上がるシーンなんかもあって。 あの辺りが野上選手の良さなのかなというふうに思いました。で、まあ、フィードで言うと、丸山選手もね、左足でいいフィードを蹴れるというふうに思いますし、やっぱり3バックは、ああやってね、あの、両サイドのセンターバックの選手が攻撃に参加して、攻撃に厚みをもたらしていくっていうところが、3バックの攻撃面の良さというところなのかなというふうに、あの、思って、あの、見ています。そういう意味で言うと、本当にね、あの、藤井選手も、あの野上選手も、丸 山選手もそうですけれどもねあの良さをね存分に発揮できるような状況なのかなというふうに思います。でまあボランチのところですねあのー、米本選手なんかは特にかなり縦の意識強いのでズバッとあの縦パス入れてまあ合わない時もあるんですけれどもまああそこはね1本合えば大チャンスっていうところだと思うので入れることがかなり あの意味があるというかね、そういう意識をつけるというところが非常に大切、もちろん精度も上げてほしいんですけれども、あそこでああいう、あのー、鋭いパスが出るというところが一つ大きいのかなというふうに思います。で、まあ今日3得点でユンカー選手、永井選手にゴールが出たということで、ホワイト陣に得点が出ているというのは、チームにとっても非常にポジティブなのかなというふうに思います。まあ、そうななってくるとマテウス選手はかなり ウズウズという状況を決めたいな、決めたいなというところで、まあ、それはねあのストライカーの選手なのでその気持ちがなければ困るというところではあるんですけれども、まあ、マテウス選手、まあ、続けてやっていれば必ずゴール近いうちに取れるというふうに思うので、まあ、あまりね 焦らずにね、このまま続けていってほしいなというふうに思います。まあ、今日もね、あのシュート打てるシーンでパス選択したりと別にマテウス選手、そんなにあの前がかりになりすぎているという状況ではないとは思いますけれどもね、まああのー、このままのバランスで続けていってほしいなというふうに思います。でまあ、今日、結果こそ3対0だったんですけれどもそ,そこまで内容的に完璧に圧倒したかというとね、まああのー、そうではない。まあ 勝ちには値するゲームだったというふうには思いますけれどもね、柏もいい攻撃あって、まあ、グランパスから見るとピンチもあったので、まああのー、3対0、本当に手放しで喜べるっていう状況ではないのかもしれないですね。で、特に、まあ、気になったのはセットプレーの守備のところですね、あのショートコーナーの時にあにキッカープラスあので、ショート。 コーナーで受ける人ってなった時にグランパス1人しか人がいなくてフリーでクロスを上げられてしまうっていうシーンが、まあ、1本2本あったように思います。でこれトス戦での失点がまさにショートコーナーからの形でクロスを上げる人にあのプ、ー、レスがかからず上げられてしまってという形だったのでまあ ここはうん少し改善の余地があるのではないのかなとまあ、柏からしてもね突然で失点してたので同じようにショートコーナーしたら同じようにチャンス作れたということだというふうに思いますのでこの辺りね各チームしっかりスカウティングしてきていると思うのでしっかりとね逆にグランパスも対応する必要があるのかなというふうに思います。 でまあ、そういった、ね、修正点というか、ね、気になる点は当然あるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりサッカー相手のあることで相手も、ね、必死に得点を奪おう失点を防ごうとやってきている中でのことなのですべ、まあ、てがパーフェクトにいくということは、まあ、ほぼないという中で今日はは、ね、しっかり先制点奪ってで、まあ、相手が前がかりになってきたところで追加点2発奪えて3対0で勝てたということは本当に非常に素晴らしいという,ふうに思いますし何、まあ、て言うんでしょう偶然ではなくて当然 グランパスが狙った形で試合を運べたということだという,ふうに思うので選手にとっても非常に、ね、あのポジティブな試合だったと、まあ、結果もそうですし内容的にもそうだったのかなと、まあ、そんな中であ,のあえて言えばここ修正点あるよねっていうような形で、ね、いい雰囲気の中で修正していけるやっぱり狙っていたことが形結果につながるということは次へのトレーニングだったり、ね、モチベーションっていうのも非常に高まると思うのでそういった意味で結果が出ていくというのは非常に大切。 ななのかなといいう,うに思いますで今やっぱりグランパスは先制すると非常にあの勝率が高いというふうに思います。まあ先制すれば相手前がかりに出てこ,こざるをえないでしょうしまあどちらかというとグランパスに ボールを、ね、持たせてしまえばというようなチームも今後出てくるかもしれないですけれども、まあ、先制点奪ってしまえばそういう展開にはなかなかなりづらいのかなというふうに思います、まあ、そんな中でやっぱり先制点どう奪っていくのかというところがまあ課題になっていくとは思うんですけれどもやっぱり今日のユンカー選手だったり、まあ、マテウス選手も永井選手もそうですけれども1人で得点を奪えてしまうような選手がいるというのはやっぱり武器だなと改めて 思いましたね。もう均衡状況からエリアの外からねもう決めれてしまうというのは本当に大きいなというふうに思いますし改めて先制点の大きさというものを感じるゲームだったかなというふうに思います。でまあ本当に今日はねいい形で先制できて追加点2つ取れてということなので非常にいいゲームだったというふうに 思います。なのでね、まああのー、精度はね、徐々に高めながらというところはあるかもしれないですけれども、ね、次戦以降もグランパスの勝利今日みたいなね、勝利に期待したいなと次もグランパスの試合が早く見たいなと思えるような今日の最高のゲームだったというふうに思います。 はいで次戦なんですが、次戦は3月18日土曜日、ホーム FC 東京戦ということですね。でグランパス、ルヴァンカップも含めると、アウェー3連戦、鳥栖で戦って、神戸で柏ということですね、でまあ、そうなってくると移動などもあって、まあ移動だったり、ホテルでの宿泊だったりとねかなり選手にとってはね、まあ、こちら 応援している側からはなかなか見えづらいですけど、かなりタフな状況だったのではないのかなというふうに思います。で、まあ、勝ってね、戻ってきて、一息ついてということで、あのチームにとっても非常にいい流れでトヨタに戻ってこれるというところだと思います。で、また、あの一つリラックスして、またトレーニングをして、東京戦ということですね。で、まあ、ルヴァンも含めると、複数得点続いているというところで、チームもね、次も。 行くぞという流れもあるでしょうし応援する側も、ね、ホームでやってくれるだろうというところで期待感も高まる次の FC 東京戦だという,ふうに思いますので、ね、次の FC 東京戦ホームでね今日のように複数得点しっかり決めて勝ち点3を収めるような試合を見せてほしいなという,ふうに思います。 はい、そんなところでサトンラジオ第586回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。